クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。こちら腐った卵たち、せーのせーの、いきます、せーの。はい、皆様どうもこんにちはでございます。クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。にゃにゃんにゃにゃん。さあさあ、今日もねスプーンくんと一緒にやっていくわけですけど、ね、実はここだけのお話でして、ここだけのお話、私の不詳の息子、アマゾナイトの方なんですけど、とある競技で全国大会に行くことになりまして、はい、まあ、決してカブトムシの卵産卵競争とかそういうのではないんですけどね、そういうのではないんですけど、まあ一応、まあ、そういうことがあったりとかしたわけですね。ということで、まあ全国大会行っちゃうらしいです。はあ、まあ頑張ってもらいましょうね。ああ、そういうのはね、最近ちょっとなかなか動画出てないですけど、ちょいちょいここにも遊びに来てますけどね。うん。まあそんなこんなで、ちょっとまあ近況報告でございました。はい。まあ親としては嬉しいですけどね。やった！はい。ということでね、まあちょっと個人的なお話をしちゃったわけですが、うん。今日はね、卵の割り出しをしようかなと思います。いつものあいつですよ。四つ星ひなかぶと。これのね、今どうなってるのかっていうのを先にお知らせして、で、産卵セットは3つほど暴いていこうかなと考えております。まずはね、今まで生まれた卵がどうなったのか、そこのところをちょっとね、やっていきたいなと思います。ちょっと手ぶれは色させていただいてですね。これがですね、今深町の卵たち。だけどこれも結構腐るんだろうなというイメージでおりますね。そしてこちらなんですけど、これが今まで孵化した卵たち。今ね、全部で20頭ほど孵化してます。はい。まあ、20頭ね、多いと思うかもしれないんですけど、決してそんなことないんですよ。こちらをご覧ください。こちらでございます。こちら腐った卵たち。全部で52玉。すごいですよね。52玉も腐っちゃったというね。何なんだ四つ星っていうね。まあこれが四つ星の怖いとこですよね。まあね、四つ星ひなかぶとなんか難しいっちゅうかね、ほんとどうなってんだって思います。とりあえず7セット組んでまして、4セットはもうね結果見えてるんですよ。ほんで4セット中1セットだけまあかなり成功して、あとはもうほぼダメっていう感じでして、うん。そしてあと3セット今日これを確認していくわけです。だいたい2、3週間経ったかなっていうところですね。かなり卵自体は取れると思いますが、孵化するかどうかはやってみないとわからないですね。では行きましょう。今日産卵セット割り出しでございます。頑張るぞ、えいえい、ゴー。さあ行きますよ、せーの。あ、はい、よし。さあ、一つ目の産卵セット。これは G ラインでございます。G ライン。G ライン産んでるかどうか。ね。開けていきましょう。大体まあ、四つ星はね、産卵所作るんで、見えるところには卵がね、結構ないんですよね。マットをこう、ガチャガチャと崩していったところに、卵があったりする感じなんで。産んでる自信だけはあるんですけど、どうでしょうか。ちょっとこう卵つばさないようにね、ほらほら、あったあったあった、ほらこんな感じで2個出てきました。やった。ちなみに G ラインはさっきの最大クラスのオスの血を引く子です。うまいこと言ってるっぽいですね。卵の状態見る限りは有精卵で、もうちょっとしたら生まれそうな卵です。はい、よしよし、 G ライン成功っぽい、よかったですね。はい、1個目ゲットでございます。2個目の卵も健康そうですね。大丈夫っぽい。よし。あ、綺麗。
まあ健康な卵はね、こうやってこう卵だけポロッと取れる感じですね。さあ2個目もいい感じです。2個目ゲット。四つ星多産ですからね、うまくいけば100個ぐらい卵産んじゃうやつなんで、ちょっと産卵床がね結構厳しいわけですこのあったあった、ほらほらほら、これね、産卵床の中に大概 2,3 個卵を産みますんで、一つの産卵床の中に。よし、健康そうだな。はーい、よし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 、 G ラインはすごく順調っぽいですね。え、卵ゲット、かっ綺麗だね、かっこいいって言おうとした今綺麗だね。まあ今日は3つちょっとね、産卵セット開けなきゃいけないんで、5つぐらいワンセット卵見つけたら、もうそれで次のセットまで動画カットで後で報告っていう形で行こうと思います。ちなみに1個出てきましたね。だいたい1個出てきたら3個ぐらいは出てくるもんなんだけども、まあ個体差はあるんですけどね。さっきの卵と同じあれかな、産卵床だったのかもしれない。うん、綺麗な卵。はい、もう一個ぐらい出てくるかと思ったけど出なかった感じですね。あー、出た出た。あー、オッケーオッケーオッケー。はい、これで、G ラインについては卵5つ回収ということでね。あとは動画外で報告をさせていただきます。さあさあ、綺麗な卵ね、目玉焼きにはできませんね、この卵は。よし、ダブルゲッチュしちゃい。オッケー、はい、いい卵ですね、ダブルゲッチュ。やった、じゃーん。さあ2個目の産卵セット、これは F ラインです。G ラインどれぐらい産んでたかというと、かなりやっぱ産んでました。うん、卵はめちゃくちゃ取れますね。じゃあ揺れちゃった。 G ライン、あ、 F ライン、 F ラインいきますよ、せーの。ちょっと再発酵してますね。おっと、いきなり卵が出てきましたね。なんか再発酵してます。卵自体は有精卵っぽい。はい、ということで F ラインも多分成功でしょうかね。はい、いい卵です。やった、2個目の卵ですね。はっとちょっと、あれ、あ、取れてない。よっこちょっと、は、2個目の卵でございます。これ産んで間もないやつかなと思うね。よし、行きましょう。まあちょっとこれも水分量多かったんでしょうね、再発酵するということは。あ、今卵が、はい、米粒のような、あ、2個目、もう4個目ですね。早い、5個しか釣らないって言ってるんで、もう一瞬で終わりそうだ。再発酵の中取れた綺麗な米粒、どうだこれは。あ、多分大丈夫だと思いますけど、うん、綺麗なんでね。さあ3個目かな、3個目ゲットです。さあもう4個目ね、早い早い、5個なんてあっという間だわ。はい、健康そうな卵ですね。4個目ゲットです。さあ5個目の卵を求めてね、どんどん割っていくわけですが、なかなか出てこない。ちょっと手つきが雑になってるかも。あった、5個目です。まあ多分これも優勢なんやと思いますけどね。さあ5個目ゲット、じゃあ残りはね、動画外で開けちゃいましょう。さあ、これが E ラインですね。これが最後、今日の3つ目の産卵セット。ちなみに F ラインかなり産んでました、やっぱり。さあこれも産んでると思います、行きましょう。あ、ちなみにね、結構量少ないですよね、これでも産みますので、行きます、せーの。基本的にやっぱこう四つ星の卵が腐るんでね。はい、これなんかがやっぱ腐る系かなと、それぐらいの気持ちでやれば。あ、でもこれもいいんじゃないですか。1個目出てきたけど、これ多分有精卵だろう、かなり膨らんでますから。
3セット両全部一応優勢ランが取れそうな感じ膨らんでますし、これは期待できるだろう。じゃあ今度こそ100といったんじゃないかね。はい、1個目ですね。 E ライン1個目ゲットです。やった。さああと4個探してね、動画外で割り出しするということで行きましょう。これもちょっとべちょべちょすぎるな。あ、ほら、綺麗な玉があった。2個目ですね。もう1個ぐらいあるんじゃないかな、この産卵床に。ほっ、慎重に慎重に。あったあった、ほらほら。あ、3個目。よし。はい、こんな感じ。ダブルゲット。これ端っこだよね。あ、でも端っこでも産卵床作る。あ、ほらほらほら。ね。端っこの方でも産卵床作るんですよ。しかし、四つ星の卵でけえよな、ほんと。さーて、4個目ですね。うわ、崩れる崩れる。これも膨らんできてるので、優先欄だと思いますけど、ほら、空中見えてんじゃない？いや、ま、そこまでじゃないか。とにかくね、4個目ゲットでございます。あったあった、ほらほら。ね。あ、転がった。よし、とりあえず、これかな？多分ね。5個目です。いやー、記念すべき5個目。ね。ということで、まあ3つセット組んだんですけど、暴いたんですけど、全部成功っていうことで。はい。このセット、E ライン5個目、ゲットでございます。あとはね、動画外で、やっておきます。お疲れ様です。はい、ということでね、結果発表でございます。はい、さあ、じゃあまあ登場していただきましょう。全部でこちらです。さあ、まあこんなもんですね。E、F、G のラインですね。まず E ラインですが、はい、結果18玉です。で、次 F ライン行きましょう。 F ラインですが、結果は33玉でございます。そして G ラインですね。 G ライン31玉でございます。はい、ということでトータルで3ラインでどれだけ取れたかというと82玉、そうだね。82玉でございます。お、はい。まあ、ということでね、結構取れました。はい。ただまあ、これが全部孵化するかどうかという問題ですけどね。はい。またよかったらね、コメントで感想お願いします。今日はこれでお別れしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。